約束。お弁当が済んでみんなで丸く並べた机や椅子を片付けると行道は広くなるトットちゃんは「今日は真っ先に校長先生によじ登ろう」と決めていたいつもそう思ってるんだけどちょっと油断するともう誰かが坑道の真ん中にあぐらをかいてる先生の足の間に入り込んでいて背中には2人ぐらいよじ登って騒いでいてそして校長先生は「おい。 よせよ,う寄せようと真っ赤な顔で笑いながら言うんだけどその子たちは一度占領した先生の体から離れまいと必死だっただからちょっと遅くなるともう小柄な校長先生の体は大混雑なのだったでも今日トットちゃんが決めたから先生が来る前からその場所講道の真ん中に立って待っていたそして先生が歩いてくるとこう叫んだ「ねえ先生話」 話先生はあぐらをかくために座りながら嬉しそうに聞いた。なんだい話って。トットちゃんは数日前から心に思っていることを今はっきり先生に言おうとしていた。先生があぐらをかくと突然トットちゃんは今日はよじ登るのはやめようと思った。こういう話はちゃんと向かい合うのが適当というふうに考えたからだった。 だからトットちゃんは先生に向かい合い、くっついて正座した。そして顔を少し曲げた。小さい時から、いいお顔とママなんかに言われている顔をした。それは、歯を少し見せて笑うよそゆきの顔だった。この顔の時は自信があり、いい子だと自分でも思っている時だった。先生は膝を乗り出すようにして聞いた。なんだい トットちゃんはまるで先生のお姉さんかお母さんのようにゆっくりと優しく言った。私、大きくなったらこの学校の先生になってあげる。必ず。先生は笑うかと思ったらそうじゃなく、真面目な顔をしてトットちゃんに聞いた。約束するかい先生の顔は本当にトットちゃんになってほしいと思っているように見えた。 トットちゃんは大きく頷くと、約束と言った。言いながら、本当に絶対になると自分にも言い聞かせた。この瞬間、初めて共演に来た朝のこと、随分昔に思えるけど、あの一年生の時の初めて先生に校長室で会った時のことを思い出していた。先生は4時間も自分の話をちゃんと聞いてくれた。 後にも先にもトットちゃんの話を4時間も聞いてくれた大人はいなかったそして話が終わった時「今日から君はこの学校の生徒だよ」って言ってくださった時の先生のあったかい声「今トットちゃんはあの時よりもっと小林先生は大好きだ!」と思っていたそして先生のために働くこと先生のためになることなら何でもしようと心に決めていた。 先生はトットちゃんの決心を聞くといつものように歯の抜けた口を恥ずかしそうにしないで見せて嬉しそうに笑ったトットちゃんは先生の目の前に小指を突き出した約束先生も小指を出した短いけど力強そうな信頼できそうな先生の小指だったトットちゃんと先生は指切り幻慢をした先生は笑っていた トットちゃんも先生が嬉しそうなのを見て安心して笑った。ともの先生になる。なんて素晴らしいことだろう。私が先生になったら、トットちゃんがいろいろ想像して思いついたことは次のようなことだった。勉強はあんまりやらないでさ。運動会とか半号水産とか野宿とかいっぱいやって。それから散歩 小林先生は喜んでいた大きくなったトットちゃんを想像するのは難しかったけどきっとともえの先生になれるだろうと考えていたそしてどの子もともえを卒業した子は小さい子供の心を忘れるはずはないのだからどの子もともえの先生になれるはずだと考えていた日本の空にいつアメリカの飛行機が爆弾を積んで姿を見せるかそれは時間の問題 と言われているとき、この電車が校庭に並んでいるともえ学園の中では、校長先生と生徒が10年以上も先の約束をしていた。さよなら、さよなら、ともえが焼けた。それは夜のことだった。学校に続いている校長先生の家にいたみおちゃんや、 お姉さんのみさちゃんやみおちゃんのお母さんは九本物の池のそばの巴の農園に逃げて無事だった B29 の飛行機から焼夷弾はいくつもいくつも巴の電車の校舎の上に落ちた校長先生の夢だった学校は今炎に包まれていた先生が何よりも愛した子供たちの笑い声や歌声の代わりに学校は恐ろしい音を立てて崩れていく もう手のつけようもないくらい、その日は学校を焼いた。自由が丘のあっちこっちにも火の手が上がった。その中で校長先生は通りに立って、ともえの焼けるのをじーっと見ていた。いつものように少しよれよれの、でも黒の蜜揃いだった。上着のポケットに両手を突っ込んだいつもの形だった。校長先生は火を見ながら、 そばに立っている息子の大学生の智恵さんに言った。おい、今度はどんな学校を作ろうか。智恵さんはびっくりして小林先生の言葉を聞いた。小林先生の子供に対する愛情、教育に対する情熱は、学校を今包んでいる炎よりずっと大きかった。先生は元気だった。 その頃、トットちゃんは満員の疎開列車の中で大人に挟まれながら寝ていた。汽車は東北に向かっていた。トットちゃんは別れ際に先生が言ったこと。また会おうな。それからいつもいつも言い続けてくださった。君は本当はいい子なんだよ。このことを忘れないようにしましょう。と暗い窓の外を見ながら考えた。 そして、「いつかまたすぐ小林先生に会えるんだから」と安心して寝たのだった。記者は闇の中を不安の人たちを乗せ音を立てて走っていた。